最初は地獄に落ちたのかと思った。どうしようもなく曖昧な生き方を終えて地獄に落ちて罰せられて、でも違った。罰なんかじゃない、これはきっと恩寵だ。今度こそ僕は生きるんだ、この世界で生きるんだ。世界尽頭的騎士 Animax。